はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、新選手がガチャに登場ということで、最速の襲撃、ちぎり氷河、星さんの、バージョン違いですね。こちらが新しく加わったみたいですね。お、強敵への挑戦、ライバルを打ち破り、実力を証明しろ。まあ、こちらはライバルリーイベントかな。はい、ということで、まあ、この、新キャラがね、出てきたみたいなんで、ちょっとね、見てみましょう。ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオンを遊んでいただきありがとうございますと、最速の男、最高速の男、進化を遂げて登場。最速の襲撃ちぎりヒョンは、新登場、ピックアップガチャ。お、なんか緑の、やつがありますね。スピードキングは俺だと。新選手特徴、初期ステータスが星さん、熱いたぎりちぎりヒョンよりも高いよと。これさ、トップスピードシュート専用スキル、シュートのスキルですね。これ、前のチーリー、どうなんだろうな。新たに緑色の練習メニューカードを、所持していますと、金と緑の練習カードの発生率を合計して他の星3選手の練習メニューカード発生率と同等になります。SSR サポートカードとは異なり、2枚所持によって発生率が高くなっているといったことはございませんので、あらかじめご了承くださいと。じゃあ、緑は何なんだというと、緑色の練習メニューカードの特徴として、コンディションの維持に効果を発揮する練習メニューカード。なるほど、疲れにくい練習ってことだね。エクストリーム、状態時以外では練習、実行時のコンディション、消費量を通常よりも抑えることができると。で、エクストリーム状態時は、エクストリーム状態下でのコンディション消費量を最大限抑える。まあ、エクストリームの時は、抑えたところで消費はするよという感じですね。で、獲得できるステータス量は金のカードと同量となりますと。ただし練習メニューカード実行時のスキル獲得率は金のカードに比べて低下します。まあ、白スキル取りにくいよと。いうことですね。で、専用スキルが、なんだっけ、トップスピードシュート。トップスピードシュートで、スキル発動時のシュートに限り自身のキックとシュート成功率を上げる。さらにスキル発動から一定時間自分の突破力、突破成功率も上げるよ、ということですね。ステータスとしては、お、スタミナ。スタミナ840は普通として、スピード1152、スピード1000超えてきたね。さらに、まあ、フィジカルもスタミナと似たようなもん。テクニックが、957、賢さ966、キック966と。で、成長率がスピードと、賢さとキックに振られていて、テクニックに振られてた分がなくなってますね。ただ、合計は54っていうのは、なんか初期のちぎりと一緒な気がする。練習能力的には、初期スピアップと、練習時スピードアップ、賢さ、練習時賢さアップ、練習試合ボーナスイベントステータスアップ。で、固有を発動すると練習時スピードがさらに 20% アップと、スペシャル練習発生率が 70% アップ。なるほどね、と。で、ちなみにこの、スペシャル練習発生率アップ 70% っていうのは、素のね、スペシャル練習の発生率が、今、7.2%、だと言われているというか、まあ、検証している人がね、何人か、YouTube 上で発見していて、その人たちが 7.2% ぐらいっていう人が多いのと、俺自身ね、なんか最初の頃に試してみた時 6% 前後だったんだけど、イメトレの会計で、スペシャル練習発生率が 20% アップしたよっていう話があって、で、もともと素がね、6% だったとしたら 20% アップで、7.2% っていうのは合ってるなっていうことで、まあ2、3人そう言ってるなら、改めて検証しなくても 7% ぐらいでしょうということで、俺は 7.2% だと思ってるんだけど、スペシャル練習の発生率がそこから 70% アップっていうのは、7.2% から、1.7 倍になるよということなので、まあ実際にアップする数値としては、まあ、5% ぐらいだから、まあ、レベル100まで上げると、ちぎりは、スペシャル練習、金練習発生率が 12% ぐらいっていう話ですね。で、白スキルは大きな一歩と突撃。これは差がなし。ただ、まあ、緑の方は、白スキル入手の、
確率は下がってるよという話でしたね。金が何かはちょっと見れないのか。金が何かを事前に教えてくれるといいんだけどね。そこは治ってない、治ってないというか改善されてないですね。なるほどなるほど。まあでもちょっと引いてみますか。新ちぎり。あ、初回無料あるね。いいんじゃないですか。で、毎日1回無料、とりあえず単発から行きましょう。さあ、潔ですね。まあ、こっちはね、そんなに期待するもんでもないので、いいでしょう。はい、そしてじゃあ今回の本命、ちぎりガチャ引いていきましょう。っていうか2周目のサイクルが思ったより早いね。これテコ入れなのかな、どうなんだろう。まあでもこの感じで言うと2周目、あの初期キャラの2周目をこれからは出してくるのかな。なんか来月の頭が読めなくなったね。そうだね。まあ、あのトップ3がね、リンちゃんに続いて2人出てくんのかなと思ってたんだけど、そこでね、ちぎりが出てきたということで、結構次が読めなくなったなという感じはありますが、まあ、とりあえずね、初回無料分引いてみましょう。いけ！さあ、潔ですね。バローのカットインもなし。せめて玉の色が変わってほしいところだが、変わらない。これはちょっとダメですね。金玉二つ。まあ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 。これはダメでしょう。スーパーチャンス来たらどうしよっかな。来るんだな、これが。へへーん。ちょっとだけ追いかけますか。スーパーチャンス、いけ。まあ新キャラね、やっぱとりあえずゲットはしておきたいからね。で、続いて潔、バローカットインなし。おし、と玉の色はとりあえず変わった。金玉ぶち抜きがあれば潔でも、うわ、ぶち抜かない。あー、似たような感じ。これはちょっとどうだ、ダメっぽいかな。すり抜けですらないか。ちょっと金、星さんがね、一枚でもあれば、ちぎりじゃなかったとしてもと思ったんですが、ダメですね。次行きましょう。いけ！さあ、お、国神来る。三度目の正直で、ここで決めるか。まずは玉の色が、いや、変わんない！三連空振りか？せめてなんか星さん。いやースパちゃんは続いてるね。ちょ、もう一回行こう。はい、イサギ来る。頼む、バロ。あはー、おし、とりあえず玉の余裕あればまだ可能性ある。さあ、どうよ。ぶち抜く、よし、オッケー。とりあえず、星さんはなんかある。あとは、ちぎりが出るかどうかですが、諦めない。そうか、読み込みなかったからね。読み込みなかったから、ちぎりではないのか、そもそも。ストイサーですね。ストイサーゲット。はい、2枚抜きはならず。スパちゃん終わっちゃった。一旦撤収かな。一旦撤収しますか。なるほどね。まあ何の収穫もなかったよりは、ストイサ拾えてるのはマシですかね。まあただあれだよね、潔も次来るでしょっていう話はあるから、どうなのかな。俺上手くなってる。
一応ね、同盟カードの扱いとしては制服潔とストライカー潔がねそれぞれの練習で使えないというのもあるので、まあ今後ね、初期のガチャキャラが、バージョン違いが出てくるようになると彼らの扱いがねどうなってくるかっていうとこですよね。成長率とかね得意分野的に、自分の練習にね自分を使えるように仕様が変われば可能性はあるんだけど、まあ例えば新ちぎりにねちぎり自身が使えるなら斬鉄ちぎりを入れればスピードめっちゃ振れるんじゃないのとかそういう話はあるけど、現状だとねちょっとどうなっちゃうんだろうなっていうのが、正直なとこですかね。うん、ちなみに、フレンドでちぎりいますかというのをちょっと見てみると、さすがにまだいないか。これ旧ちぎりだもんね。旧ちぎりはあーレクチャー率アップだったんだ。へー、なるほどなるほど。そっか、まあ、ちょっとライバルリーも確認してみましょうか。強敵への挑戦。ああこのん？ああ一番最初の頃あったやつだ。はい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 、50まで、40までだ。40までですね。ってことはまあ、ミッションで手に入るタイプかな。強敵への挑戦。そうだね、ミッションでいろいろ。星さんチケットあるか。星さんチケットはない。あーでもまあジェムがそれなりに配るか。星さん確定チケット欲しかったな。ないですね。そうですか。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。まあ、追撃をね、するかどうかですが、まあ、とりあえず無料分込みでね、44連してるところで、ストライカー潔のみ収穫ということで、今回はね、一旦終わりにしますが、まあ、もうちょっと引くかな。ってことで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。